ライブが一周でハードしてた、ハードしてた。はい、どうも、ロットンでーす。今回は、マニュファクチャラーシリーズとやっていきます。車両がグループ4の車両で、鈴鹿サーキット18周の耐久レースですね。で、燃料消費2倍、タイヤ摩耗4倍っていう条件になっているんですけど、まあ、燃料の方は18周問題なく走り切れますね。で、問題なのがタイヤ消耗の方ですね。タイヤ消耗っていうのが、まあ、まず使用義務タイヤがハードとミディアム。で、使用できるタイヤはハード、ミディアム、ソフトの3つになります。なので、まあ、ハードとミディアムは必ず履かなきゃいけないんですけど、ソフトを履くかどうか、これが人によって分かれるかもしれないですね。18周ってそれなりの長丁場でタイヤ摩耗4倍なので、まあ、人によっては、ハード、ミディアム、ソフト3種類履くのかな、あるいはまあハードとミディアムだけでこなすのかと。はい、FIA GT マネフォクテラシリーズ2021エキシビジョンシリーズシーズン2ラウンド2、鈴鹿サーキットのグループ418周のレースになります。先頭の講師いた車か、何のキャラだろう、ちょっと見てみようかな、何のキャラかな、わからない、わからなかった。2番目もいた車か、いた車か、458イタリア、あーでもキャラ知らない、キャラ知らない、わかんなかった。で、まあ、自分は予選はそんなに良くなかったっていうか、むしろ失敗しちゃってたんで、真ん中より下の方でのスタートになります。かなり下の方のスタートですね、今回。で、まあ、使用義務タイヤがハードとミディアムで、スタートが下位の方なので、本来だったら、まあ最初はハードタイヤ選択して、で、途中でミディアムタイヤ引き換えるっていう戦略を取るんですけど、今回の場合は違います。あえて、まあ、下の方に待ってるけど、スタートをミディアムタイヤを選択しました。最初ミディアムで選択して、で、後半をハードタイヤで走っていこうっていう作戦で、あ、ここです。12番手スタート。ここです。最初ミディアムタイヤ履いて、で、後半ハードタイヤで、残り周回数走るっていう戦略を取っていくつもりです。ソフトタイヤは履かないです。ソフトは予選専用で今回は走りましたけど、レース中にソフトタイヤを履くことはないです。ミディアムタイヤで、まあ結構引っ張りますね。10周か11周、まあもっと引っ張るかもしれないけど、そんぐらいまで引っ張って、で残り周回数、燃料が軽くなった状態でハードタイヤを走って、タイムの低下を最小限に抑えようっていう作戦でいこうと思います。だから序盤ミディアム選択してるので、これ前詰まっちゃったら意味ないじゃんかって思うかもしれないけど、前詰まったで、このタイヤをマネージメントする走りに切り替えるんで、まあそこうまくやっていきたいです。はい、やな、スタートやな、もうわ、もうちょっと前の順位でゴールしたかった、ゴールっていうか予選を追いたかったな。からスタート、先頭とは9秒差でも今回1位取れるかは取れる気しねえからな。まあ最初は慎重に走っていく、とりあえずバイパーのスリップに入れればいいかなって。よし、
アイパーのスリッパ入れればいいかなと思ったけど、全然入れねえや、全然追いついてねえや、さすがにペース落としすぎか。よい、お、早速前でペナルティ、ほんま5かな、多分デグナーカット。よい、バイパーとの差はまあ縮めている、縮めてるけど別にいいや。ペナルティのライボかな、ライボに張り付いていく感じでいこう。まずは最初は無理しない、無理しない。でタイヤを温存させる、そういう走りを意識して、ライボのペナルティはどこで復帰するか、自分の前か、抜けるか、抜けたら抜きたい、抜けるな、抜けるな、オッケーオッケー。ライボは抜いた、ギリギリだけど。よし、でライボ、おーっと、ライブが一周でハード捨てた、ハード捨てた。ツーピット作戦か、ライブ。ちょっと、バイパーの横に並んでみるけど、別にここでは抜かない。抜かない。おー、ごめんなさい。とりあえず、バイパーの後ろに張り付く、張り付いて、いつもよりギア落として回転数高めで走ってる、燃料を少しでも軽くするために。ワイパーもミディアムタイヤかな、多分これ。うん、やっぱツーピット作戦いたか。じゃああのライボが後半どこまで追い上げてくるかって感じかな、多分。とりあえずバイパーのスリップに入っていけば、タイヤを温存しながら周回ペースは保てていると思う。大丈夫なはず。タイヤ、タイヤマネージメント、えい。でもバイパーのペース遅いな、多分これペース遅い気がすんな。抜けるときに抜いちゃった方がいいか、これもしかしたら。ここはまあいいや。ういっ、ういー、抜けるときに抜けるなら、まあ楽々抜いちゃいたいけど、距離微妙だな。俺も後ろに張り付いたまんまでいいや。変で抜いてバイパーにやり返されてタイム落としちゃうよりかは、ずっと後ろにいた方がいいかもしれない。やっぱハードタイヤか、もしかして。まあ、こんだけ後ろにいたら普通ハードタイヤスタート選ぶな、つか。ハードタイヤでもいいけど、自分はそれでも、よりには抜かない。いけるところ。前でミスっている奴がいる。おーっと、いい、こい。まだ行かない、まだ行かない。前に詰まった。RCF に詰まったかな。こうなると RCF が遅かったら困っちゃうけど、
難しいな。RCF が邪魔だったらちょっと困る。これは困るぞ。レース展開的に困るぞ。ワイパーがその RCF 抜くかどうか、抜きに行くかどうか。 RCF はイン側を守る素振りはないっていうか、ワイパーもそんなに飛ばしてる様子ではないか。いやとりあえずずっと我慢して後ろに張り付いてるけど、さすがにペース遅いわ。これペース遅いわ。11秒は遅い。11秒は遅すぎる。抜けるところで抜くか。この依頼さすがに遅い。最初の方でバイパー抜けるときに抜いた方が良かったかもしれなくて、抜けないな。さすがにちょっとこれはイライラする。ちょっとイライラするな。これはつけたら抜きたいけど、ちょっとアプローチはしてみるか。バイパーが効くかどうか。オッケー、ありがとう。ありがとう。あとはこの RCF が遅いからちょっと抜きたい。1コーナーで仕掛けるか。あ、ピットイン？誰かピットインした？気のせいか。仕掛け無理だな。ちょっと距離届かないわ。また確実に行けるところで行くか。タイヤ全然攻めてないから余裕はある感じなんだけどな。左くっついて、二人くっついて、別に仕掛けない。はい。滑ってるからハードタイヤだろうな、マイナー RCF。ハードタイヤと同じペースで走っちゃ意味ないんだよ。ミディアムタイヤ履いてるから。立ち上がりでいく。130R 引いてくれるかどうか。引いてくれなかったらこのまま並んだまま突っ込む。ありがとう、引いてくれてありがとう。これで前が開いた。
よし、じゃあ私は逃げる。逃げるっていうか追いかける。次前に 5.8 秒先か。追いかけるは追いかけるけど、タイヤは保持したまま、温存したまま追いかける。あ、2分10秒台をキープしたまま追いかけたい。このまま追いかける。いい、5.3 秒差、差は縮まってる。まあタイヤの差だと思うけど、差は縮まってる。オッケーオッケー、縮めてる縮めてる。5.3 秒差、 5.2 秒差、少しずつ縮めてるな、少しずつ。いい。燃料もかなり無駄遣いしながら、タイヤはかなり変わりながら走ってる。なんともなんちぐはぐな感じだけど。ブレーキいらなかったな。4.9 秒差、縮まってる、前とは。お、ハードタイヤが6周目でピットイン。2ピットかな、このタイミングだと。2ピットも結構いるか。意外だな。1ピット派の方が多いかなと思ったけど。意外と2ピットもいる。あ、やばい。よし。あ、襲名。普通に走ってきたなら、そろそろタイヤが厳しくなってくる頃。だけど今回は、わーし、前でミスってるやつがいる。フェラーリー、抜く、抜いた。いい、危ねえ。陸上7周目か、7番手。とりあえず超タイヤいたわりながら、超タイヤいたわりながら走ってるから、劇的にペースが速くなるってことはないけど、劇的にペースが落ちるってこともないと思う。トータルタイム的に一番早く18周走れるペースかなって思ってる。ミスしなければね。ミスしなければ。3.7 秒差。前とは追いついてきてるな。前には追いついてきてるな。オッケーオッケー、いいぞいいぞ、追いついてきてる。2分10秒台キープしたいって言ったのに2分9秒台になってる。あんま良くねえな、これは。あんま良くねえな。で、フェラーリがなんかすごい勢いで来てるから、これ譲るか。
譲った方がいいな、多分。はい、どっかのタイミングで。譲った方がいいな。多分、フェラーリの方が早い気がする。よし。あ、でも6番って見えてきた。6番って見えてきた。どうする？どっちが先か。フェラーリに追いつかれるのが先か、6番手に追いつくのが先か。あ、いや、フェラーリに追いつかれるのが先だな、これ。譲るか。どっかのタイミングで譲るか。どこで譲るか。スプーン。スプーンで譲れたらいいけど、無理だな。多分、慎重な選手だったら飛び込んでこないかな。どうするかな。よし、いいよ、いいよ。入ってきて。オッケー、オッケー、オッケー。オッケーオッケー、いいよいいよ。じゃあこのまんま自分は後ろ走ったまんま譲らないっていうか抜かない。多分この人の方がうまい気がする。ダンテライオンさん。どっかの動画で見たことあるな。いや、なんかどっかの配信で一緒に走ったことあるかも、この人。見たことある気がする。ダンテライオンさん。このままスリップもらいます。で、1コーナーは仕掛けない、もちろん。フェラーリの方が早いと思うから。よし。で、9周目。タイヤの摩耗的にはそろそろピットインするのがセオリー通りだと思う。ふぃ、だけどなるべく引っ張りたい。ミディアムタイヤの周回数を長く使いたい。まあ抜かない、大丈夫、抜かない。よし、とりあえずまだ抜かないでいく。ここも後ろに張り付いたまま抜かないでいく。ストレート入って、この人のスリップもらえるの結構ありがたいな。スリップあるなしで全然ペース違うから、周回ペースが。だからこれちょっとありがたい。ういお、ミディアムタイヤ勢もピットインし始めたか。普通に走ってたらこの辺が寿命だもんな。普通に走ってたら。ここは抜かないで、後ろにつく。うん。余分なバトルはしない。この人も余分なブロックしないから。ちゃんと分かってる人だと思う。え、出すのは6位じゃなくてもっと前だからね。タイヤは結構厳しくなってるけど、まだ引っ張る。よし、周回数的にはもうピットインしていいんだけど、極力引っ張る。ギリギリまで引っ張る。
この人が何周まで引っ張るかだよな、ダンテライオンさんが。多分、ピットインのタイミング、この人と同じになるかもしれない。フェラーリと。おぉ、やばい、危ねえ。今のミス、ちょっと痛い。ちょっとタイヤ滑らせた。おぉ、大丈夫か、ダンテライオンさん。致命傷だ。あれは致命傷だ。もうタイヤがきついのかもしれない。よーし。6番手、浮上。ただこれで風よけがいなくなっちゃった。風よけがいなくなっちゃったから、もう自力で這い上がるしかねえ。リアムタイヤ勢がどんどんピットインしていくな。はい。ギリギリ9秒台か。ギリギリ9秒台。でももうこっからスリップがいなくなったから、タイム落ちてくだろうな、ガクッと。風よけがいなくなったから、タイムがガクッと落ちる、多分。よし。まだピットには入らないよ。まだ入らないよ。前半かなりタイムロス温存したから、その分引っ張りたいからね、タイヤ。前とは 5.8 秒差か。前気にしてもしょうがないんだよな。あとはいかにもうペースを落とさないで走るかだから、前っていうよりかは先にピットインしていった人たちのペースを気にしないといけない感じだから、早きつい、早きつい。12周目でしょ、次12周目でしょ。この周はまだ入らない、この周はまだ入らない。ミディアムタイヤでもピットイン入ってくね、どんどん。で、あと上位勢で入ってないのはトップ3台だけか、自分と前2台だけか。引っ張るだけ引っ張るよ、もう引っ張るだけ引っ張る。予選12番手だったんだから、ピットアウトした時の順位かなり落ちると思うけど、引っ張るだけ引っ張る。これでもまださっきの週9秒台キープしてるのか。でももうタイヤがきついな、もう無理だな、もう曲がんなくなってきてるな。アクセルも一発で決められないし、もうきついな、さすがに。前とのタイム差はさっき11秒差だったけど10秒差に縮まってる？わかんねえな。なるべく邪魔がいないところでピックアウトしたいから。おーとととととと、やぶねえやぶねえ、曲がんねえよ、もう曲がんねえ。あ、多分前2位の人も多分ピットインするだろうな、この周で。
うい。おー、ミノピットインした。タイム差が縮まってきてるから、まあ、ピットインするだろうとは思ったけど。よし。いいぞ。いいぞ。予選12番手スタートとは思えない順位まで上がってきてるぞ。予選12番手スタートじゃない。でももう自分のタイヤもきついな。さすがにきついな。これ以上は厳しいな。トップの車、予選順位のグリッドのまんま逃げてるんだったら、4C かな ?4C だったら、まあ、軽いからタイヤの持ち良さそうなイメージある。だから、この週まで引っ張るっていうのも、まあ、わからなくはないけど、マスタングで引っ張ってる自分バカでしょバカでしょこれ。どんだけ引っ張るんだよって。これでもまだ2分9秒台はキープしてる。9秒台キープしてる。ハードタイヤに履き替えたら2分11秒台に落ちちゃうから、なるべく引っ張れるだけ引っ張りたいんだよね。もう操作厳しいけど、かなり。操作はかなり厳しいけど、引っ張るだけ引っ張る。あと2ピット作戦の人もいるからな。この人たちが、どの順位で、自分のところに影響してくるか、それも気になるわ。コース上はぐちゃぐちゃになってきてるからね。トップはまだ入らない。まだ入らないか。さすがにもう2分9秒は走れねえ。10秒台に落ちてるか、これ。10秒に落ちてるな、これ。アップに落ちてる10秒に。あー、入っちゃった、10秒台。もう潮時か、そろそろ。あ、3番手も結構引っ張ったね、ミディアムで。結構引っ張ってる人いるね、ミディアムで引っ張る人。この辺はタイヤは辛いけど、燃料も軽くなってるから相殺されるかなってちょっと思ってるんですよ。だからなるべくギリギリまでミディアムタイヤで引っ張って、ハードタイヤの負担を減らしたい。あー、でももう遅いわ。さすがに厳しいわこれ。セクター1でコンマ8秒落ちはもう遅いな。もう厳しいな。もう限界でしょこれ。もうダメだなこれ。でもまだ11秒台に落ちてないから、まだいけるな。まだいけるな。多分まだいけると思う。トップとの差広がってんだよな。トップとの差広がってんだよな。厳しいか、さすがに。トップはまだ入らないのか、ピットに。まだピットに入らないのか。まあ、自分もまだ入らないけど、自分も入らないけど、さすがにもう限界を感じる。限界を感じるけど、まだハードタイヤより速い。まだハードタイヤより速い。どんだけこんな
タイヤの持たないマスタングで周回数引っ張ってんだよって感じだけど。おお、曲がんねえ曲がんねえ曲がんねえ。曲がんないけど、曲がんないけど、こっちの方が気持ちいい気がする、走ってて。おー、曲がんねー。曲がんないけど楽しい、これ。もう引っ張るだけ引っ張っちまえって。トップが入る、トップがピット入るまで、自分もピット我慢しちまおっかなって、そんな感じで走ってる、もう。その証拠にハードタイヤ履いてる3位とタイム差が全然変わってねえもん。ずーっと11秒後ろをキープしてるもん。だからまだいけるかなってちょっと思ってる。さすがに11秒台突入したら入るか。あ、やべえ、アプローチミスった。トップはまだ入らない。おー、まだ10秒台。まだ10秒台後半。もういっか、もういっか。ファイナルラップまで入んなくていっか。で、何番手で復帰するか。ドキドキワクワクゲーム。この週に入るくらいなら、ファイナルラップに入るわ。もう。いや、もう、でも、さすがに無理か。さすがに限界だ。さすがに限界が来てるわ、もう。もう無理だ。この週で入ろうか。ああ、さすがにタイムがガクッとしてる。さすがに入るか、もう。予定では、12周目か13周目ぐらいに入ろうかなって思ってたけど、思いのほかタイムを維持できてるから、ずっと引っ張っちゃって。でも、さすがに厳しいわ、これ。さすがに厳しいわ、もう。もうセクター2で 1.2 秒も落ちてたらダメだな。さすがに入った方がいいかもしれない。後ろとのタイム差も縮まってるな。1秒だけど縮まってる。で、前とのタイム差が広がってる。前とタイム差が広がってる。入るか、さすがに。ファイナルラップまで我慢したかったけど、さすがに無理。さすがに無理。よし。ハード、気がしない。さあ、何番手で復帰するかな？ちょっと。一応予選順位が12番手だったから、まあ12まで落ちるってことはないかもしれないけど、2台、3台抜いて、8番手ぐらいがいいとこかな。はい、交換。あ？予想通り。8番手、9番手か。よし、じゃあ新品のタイヤで残りこの集団全員抜いてやる。残り全員抜くぞ、この新品のタイヤで。あ、でも相手がミディアムタイヤだったら、抜けるかどうかまた微妙だけど。
5位か、とりあえず5位を目標にするか、この集団全員抜くとして。でも残り 1.5 周しかねえな。まずバイパー、まずバイパー、抜けるか、抜きたいけどな。あ、ごめんなさい。あ、やっぱトップはファイナルラップで入ったか。もうこんだけ差開いてたら余裕でしょ、トップは。で、スプーンで無理だな、ちょっと。もう飛び込めないな。立ち上がりで、あーでも立ち上がりも厳しいな。バイパーもスリップ入ってるでしょ。ここで加速しても届かないな、多分。届かないな。130ある抜けない、抜けないから。スペインで飛び込むか。いやー、でもダメだ、まだ。飛んだタイムロス食らった。飛んだタイムロス食らった。あれはちょっと避けられないわ。さて、バイパーは抜きたい、バイパーは抜きたい。タイヤはがぜん有利なはず。一周しか走ってねえから。立ち上がりでいくか。無理だな、前もスリップ使ってるもん。抜けねえな、なかなか厳しいな、これ。どうやって抜こう。抜けねえぞ、なかなか。どうやって抜こう。ヒアピンも多分がっちり守られたら抜かないし。無理無理、アウトからは無理、いけない。今のちょっと行き場所なかったからしょうがなかったけど。いやー、でもこれでちょっと差が開いた。スプーンでも抜けない。どう仕掛ければいい、これ。抜けねえな、抜きたかったな。抜けねえな。まだまだ5位6位がかなり近い。あそこが多分試験員とか 130R で勝負すると思うから、その事故を狙って。あぶねー。あ、バイパーも釣られてる。これで最後立ち上がり決めて。あー、ダメだ。あー、ダメだ、いけなかった。うわー、抜けなかったー。くそー、目立ったがー。いやー、やっぱトップ 4C だったか。タイヤ強かったな。ファイナルラップまでピットインしなかったもん。いやー、抜きたかったー。くそー、ここは抜いて5位になりたかったなー。あとちょっとだった。くしょー、悔しいが、これちょっと悔しいな。多分ピットインするタイミング 1,2 周早かったとしても、多分この集団には巻き込まれてただろうな。いやー、これはどうしようもなかった、どうしようもなかった。ちょっと運が悪かった。事故、特に試験の事故を巻き込まれちゃったのが一番最悪だったわ。よーし、マニファクチャラー8位でフィニッシュしました。どうもありがとうございます。